ナビゲーターの石川優太です。今月号のゲストは俳優の斉藤和彦さんをお招きしました。主役はね、そんなに上手じゃなくても目立つように作られてるので、だからそれはそれでもういいんですって。その周りをちゃんとしたあの脇を固める人たちが芸達者な人でやってると、そのドラマが面白くなる、ストーリー主役を立たせるような、まあ、脇役っていうのがではいいのかなと思ったんですけども、うん、まあ、なんかそういう演じ方っていうのは気をつけてる部分ってございますか？これ立ち回りもそうなんですけど、主役シーンがいて、で周りからこう絡みっていうのがかかっていくときに、ここの人の一番真ん中の主役の呼吸をちゃんと読んで、シーンが一番気持ちいいところでかかっていくんですね。多分お芝居も一緒で、この人の呼吸で芝居をしてあげると、多分この、こっちが読んでやってあげると、この人はとても気持ちがよく芝居ができる、気持ちも入ってくる、上手に見える場合もあるし、でその中にちゃんとこうその呼吸を読んであげてやると芝居が立ってくる。でそれができるのはやっぱり上手い人じゃないとできないんですよ。真の人の心情だとかっていうのも読み取りながら現場でやる。そうなんです。立ち回りも一緒で、真は下手くそでいいんです。その周りにいる絡みの人間が上手い人を集めると、すごくあのとてもかっこいい手になるんですよ、立ち回りって。まあ、何かのこう爪痕じゃないですけども、記憶の刻むような、うん、やっぱりアクションも必要だなと思うんですけども、裏で言ったらスタッフさんに対する愛想であったりとか、そういうのはどうしたって必要になってきますよね。愛想というのは何か、ちなみに具体的にやられていることはございますか？挨拶はちゃんと相手の目を見て、おはようございますっていう、それも絶対条件で、でも顔を覚えてもらうっていうのは、笑顔で元気よく挨拶、まずそこから何かを聞かれた時でも、その受け答えというか、やっぱね、人間対人間なんで、そこのその自己アピールというか、でもそれがあんまりうるさくなっちゃうとね、いかんなと思いますが、出しゃばりすぎないけれども、引っ込みすぎないように。でその相手を立てるようなお芝居をしながらも、ちゃんと自分のなんかアピールというかができるようには気をつけてますけどね。僕の方法としては、うん、やっぱり自分の個性を出すことかなってちょっと思ったんですけども、そのあたり斉藤さんのなんか個性の出し方っていうのはありますか？これが自分の個性だっていうようなのがあんまり自覚してなくて、だそういう話になってくると、個性って何だろうって思っちゃうんですよね。石川っていう役者がいる、それ以外に何かその付け足さなくちゃいけないものがあるんだろうかっていうようなことも考えちゃうんですね。それはそういう役者がいる、それは他の人とまた違う顔形の人がいる、うん、なんか頑張って個性を作ろうって、うちの事務所もたまにやるんすよ、そういうの若い子に個性が足りないからもっとキャラ作りよみたいな、まあちょっと頑張ってやったこともありますけど、だからそれがヒゲだったり坊主だったりとかっていう部分もありますけどね。その存在自体がもう個性として、まあ、いられるといいなっていう、そこに存在感があるっていう、その魅力、うん、とか、あの黙ってそこにいるけどなんか存在感があるみたいな、そういう役者になりたいなとは思いますね。7月の11日にサボール3という、朗読劇を、朗読劇といいますかライブですね、歌なんかもあったりしますって、それを二子玉川のキワという、お店で出演をさせていただきます。開演が14時と19時、2回やります。
チャージはですね、ちょっとお高いんですけれども4000円ワンドリンク付きです。もしよろしければ7月11日土曜日二子玉川までお越しいただければ、オリジナルの作品をやりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。ストロボファクトリーでは映像制作を受けたまわっております。詳しくはウェブサイトをご覧ください。こちらで過去のゲストも公開しています。